はようございます。11月23日勤労感謝の日です。働かせてもらえることをウーバーさんに感謝する日ですね。はい、11時にウーバーオンしまして、11時7分1件目取れました。モスバーガー八千代緑が丘店です。ピックアップ向かいます。神山牧場さんのプラス 5.6 キロの追加ダブル、ごめんなさい、これは拒否です。天気予報がしっかり当たって雨模様なんですけど、そこまで強い雨ではないですね今のところ、まあ、午後から夕方の方が強く降るという予報にはなってます。で、雨クエ出てました。はい、まあちょっと昨日夜勤だったんで11時という出遅れた形にはなってますけど、1件プラス250円平均の3000円になるのかな、2800円、はい、クエスト出てますので、まあ全部取れなくてもいいんで、やっぱ1件プラスプラスになっていくのはありがたいんで、はい、頑張ってやっていきたいと思います。こんにちは、ウーバーです。番号お願いします。はい、はい、じゃあお預かりしていきます。はい、この界隈で一番接客のいいお店、配達員にも優しいお店、モスバーガーさんからピックアップ完了しました。お届けが高津方面です。行ってきます。雨クエが出てるということで、基本ショートを選んでいくっていうのが定番になるかと思うんですけれども、まあ、この程度の雨で250円ついちゃってると、結構配達員の皆さん頑張っちゃうんじゃないかなって思うんですよね。まあ、なのでとりあえず今11時20分過ぎ、12時台ぐらいまではまあ頑張ってショート選んでロングとか、あと行き先不明ダブル PPDD ですか、はい、それはなるべく拒否していきながら、まあなりの状況を見極めて1時2時はロングだろうが何だろうが取っていくっていうパターンにもなるかもしれないなと思ってます。はい、来ました。2軒目、また同じモスバーガーさんですね。 2.1キロ、16分515円、ありがたく行かせていただきます。こんにちは、ウーバーです。はい、ウーロン茶と、はい、じゃあお預かりしていきます。でもすごくないですか、ウーバーの配達員にお店の女の子全員でお願いしますとか言って、いってらっしゃいとか言ってくれるんですよ。やっぱ感動しますね。はい、お届け先もうついてます。実はすぐそばです。でした。11時42分配達完了しました。ね、やっぱねモスバーガーさんの接客すごい嬉しくなっちゃってね、まあ、クリスマスパーティーとかあったとしてチキンはモスチキンにしちゃおうって思っちゃいますよね。やっぱあんだけやってくれると、まあ、去年のねクリスマスはウーバーやってまして、多分今年もウーバーやってるんですけどね。はい、で今お客様お待ちしてる間にですね1件鳴ったんですけど、まあ、6キロの東習志野行きっていう案件だったんで、とりあえず拒否しちゃいました。これが吉と出るか凶と出るか、まあ、うまくいってくれると助かりますが、どうなるでしょうか。11時47分ちょっとロングピック案件なんですけれども、取っちゃいました。マクドナルド100円台店です。まあ、マックの中ではねちょっとピック待ちがままある店舗さんなんですけれども、まあ、ドロップは短めでしょうし、まあ、ちょっとね思ったほどバンバン鳴ってくる感じでもなかったんで、まあ、ちょっとね 5.7 キロ長いなとは思ったんですけど、まあ、3分待つごとに1キロは進んでるって考えれば取っちゃうのも一つの手かなと思って取りました。それではピック向かいます。
ピックアップ完了しました。お届け中は深山、近めの深山行ってきます。複数アイテムぶっ飛んできましたが 4. 何キロで近いんでこれは行きます。で、今のマクドナルドのお客様は現金案件だったんですけれども、ここで現金オフに切り替えました。まあ、今回今受けちゃってる依頼はどっちかわからないですけどね。僕の場合は、まあ、雨とかでね、やっぱお札濡れちゃったりとか、そういう時には現金オフにすることが多いんですけれども、まあ、雨クエをクリアしたりとか、そういう時にどうしても案件が増える可能性が高まるっていう意味で、バランス考えながら現金のオンオフやってます。今ねちょっと雨も強くなってきて、ここで近めのダブルも取れてっていうことで、何も決して悪くなさそうなので現金のオフに変えました。はい、それではピックアップ向かっていきます。こんにちは、ウーバーです。で、2個ですよね。お願いいたします。はい、お預かりします。お願いします。ビッグエコーさんのピック完了で徒歩で向かう。はい、確かに真下に松屋さん次のあります。え、逆走じゃない？ビッグ逆走ってます。間違いないです。お預かりします。ピックアップ2店舗完了しました。同じ建物の中の2軒っていうね、一軒についてはすごい楽に進みました。1軒目配達深山です。で、今京成大久保駅前の商店街、はい、ウーバーの配達員一方通行逆走して爆走してましたね。まあ、ウーバーの配達員とは限らないんですけどね、まあ、ウォルトかもしれないし、構わないのは構わないんですけど、人跳ねたり事故起こしたりしないようにしてほしいです。12時29分、1件目の配達完了です。次、松屋さんの配達向かいます。大久保のお店でピックアップして深山に1軒目配達して、2軒目の配達また大久保に戻るっていうね、まだ洗練されてないみたいです。ビッグボーイ高津 8.5 キロの2軒、これはごめんなさい、行けないです。今度は幕張本郷から津田沼方面 5.2 キロか、なんかまだあるでしょう、拒否。12時38分配達完了しました。行き先不明のダブル拒否、かなと6キロ拒否やっちゃいましたが、どうなるんでしょうか。そして依頼が止まりました。ウーマさんご立腹ですね、完全にね。だいぶロングピック。まあやっぱあんまり長いこと待ってられないっていうのと、届け先が大和田神殿で、まあ、自分の一番得意とするエリアっていうことで、はい、向かうことにしました。ビッグリバンクヤシオンよりの丘店の案件が 5.3 キロ25分747円です。まあ、今のダブルでね、だいぶ時間節約できたんで、ここで25分予想ぐらいだったら行ってもいいかなっていう感じです。ピックアップ向かいます。さあ、ぶっ飛んできましたダブル。はい、神村牧場さんから緑ヶ丘、さて大和田神殿行きだっての1件目、いいんじゃないでしょうか。取ります。まあ126円安いけどね。まあ雨クエあるんで。こんにちは、ウーバーです。はい、4、はい、150チーズが1つ、はい、150ポンデが1つ、ポテトが1つ、はい、間違いないです。お願いします。お預かりします。次はもう、次はそば、上村牧場さんの冷麺エースさんの冷麺
冷麺、はい、キムチなし、はい、はい、じゃあお預かりしていきます。上村牧場さんもピックアップ完了しました。大和田市方面まず向かいます。はい、1軒目実践が OK さんの分の配達が始まりました。上村牧場さんの分行ってきます。ですね、マクドナルドイオンモール八千代緑ヶ丘店 3.3km 19分600円。はい、これも行きます。1時18分上村牧場さん配達完了。次がマクドナルドイオンモールです。マクドナルドイオンモールさんの、はいはい、ピックアップ完了しました。お届け向かいます。はい、続きます。ロッテリア八千代緑ヶ丘店 2.7km 19分592円。これも行きます。お届け先は八千代名物のパクチーハウスの結構そばですね。まあ、勝手にね、だと思ってはいるんですけど、パクチー結構好きなんです。マクドナルドさんのピックアップ完了しました。1時40分ですね。アメクエがこれで8件クリアしたということで残り4件、ちょうど20分に1回配達をすれば OK、 まあ、最後の1回は依頼だけその20分以内に行ければ OK という展開です。やっぱ雨これだけ降ってると祭日ですし鳴りがいいですね。はい、じゃあロッテリアさん向かっていきます。こんにちは、ウーバーです。ロッテリアさんのピックアップ完了しました。お届け向かいます。全く動く気配がない道なのでここは押して歩きます。ダブル、はい、ロッテリアさんの配達完了しまして、次続きます。行き先不明ダブルですが取りました。書いてあったのはマックスバリュー奈良市の台店、お届け先奈良市の台4丁目 6.4km 1018円の2件なんですが、なんだろう、ここ緑が丘なんでね、マックスバリュー行って奈良市の台だけで4キロ以上使うはずなんですよ。なんでまあいつも平気だろうと思って取りました。で、実際に出た指示がまず上村牧場さんに行けっていうことなんで、はい、行っていきたいと思います。はい、はい、上村牧場さんのピックアップ完了しました。マックスバリュー奈良市の台店です。行ってきます。ありがとうございます。お預かりします。マックスバリュー奈良市の台店さんのピックアップも完了しました。まず1軒目のお届け先が奈良市の台3丁目で、最初に奈良市の台4丁目が表示されてたんで、やっぱこの界隈で終われそうです。うまくいった感じですね。上村牧場さん、禁断のビビンバの配達完了してまして、お次2軒目奈良市の台4丁目に配達向かってます。一本できましたね。ビザハット八千代から前原西が見えてる 4.2km 23分、2軒持ちの780円。まあそんな遠くないっしょ。2時半です。マックスバリューさんの配達完了しまして、とりあえずダブルアリテン、まあ、最近 PPDD 言ってるらしいですけど皆さん、配達完了しました。で、お次もその PPDD で、とりあえずピザハット焼き大店さんと、お届けが先の1箇所前原西が見えてる 4.2km、 そんなに、始めないんじゃないかな、別にいい案件じゃないかなと思うんですけども、アメクエクリアしていけばいいかなと思って、そこで一回
で休憩しようと思ってて、休憩の方の対策でカッパ乾かしてシャワー浴びてとか思ってたんですが、充電してとかね、全然多分違う方向に連れてかれるんで、どうするかこれから考えます。とりあえず、はい、チーズハットを向かいます。こんにちは、ウーバーです。はい、最初の依頼の表示画面がね、ピザハットさんだったんで、で、ピンの位置もピザハットの位置についてたんで、当然行ってもピザハットに行くもんだと思っていたらですね、すぐ隣のローソンさんにまずピザハットで、お次このすぐ隣のピザハットで、はい、ピザハットです。はい、ピザハットさんのピックアップも完了しました。2件お届けに向かいます。1件目でもアメクは完遂ですね。1件目前から東ということで、東で落としてもうちょっと進んで西で落とすっていう感じで進めていきます。2時43分、1件目、ローソンさんの分配達完了しまして、これでアメクエ完了ですね、完クリです。で、残り、お釣り案件、ピザハットさんの分を配達に向かいます。前原の道、約 1.3 キロ。はい、2時54分、ピザハットさんの配達も完了しました。で、ここで1回オフラインにしました。休憩入りたいと思います。途中経過、今日は11時からオンラインで、まあ、もうちょっとで3時なんで約4時間、アメクエカンクリプラス1個おまけの13回の配達で、売り上げがクエスト込み11,189円ということで、さすが冬に近くなって、まあ冬ですよね、冬の雨の祭日ということで、昼で時給2500円超えてる感じですね。はい、ちょっと体休めて、夕方今日また雨降り出てます。1回250円の雨降りですね。やっていきたいと思います。あとただ夜ね、ワールドカップあるんですよね。確か11時からだと思ってるんですけど、どうだったかな、後で調べますが、まあ雨クエをスカッと終わらせてワールドカップに臨むっていうのが一番スマートかなとは思っております。それでは一回休憩します。